通信ログがいっぱい溜まってる。なんだろう。あ、もしもし、おっさん？どうしたの？ようやく通じやがった。このバカ、さっさと報告に来い。ちょ、大声で叫ばないでよ。私たち帰ってきたばかりで疲れてるんだけど。そんなこと知るか。こっちがどれだけ連絡したと思ってるんだ。上司からの通信にはきちんと応答しろ。ああ、そういえば途中から通信途絶エリアだったっけ。どうも。そういう時は突入する前に連絡が不可になる旨を伝えとけ。ったく、もうすりゃいいから、とりあえずオランダまで来い。へい。ユートって耳とか尖ってるし、種族的にはニューマンになるのよね。僕はニューマンとビーストだぞ。はい。それってつまりニューマンとビーストのハーフってこと？お父はビーストで、お母がニューマン。僕はお母の血が強く出てるってよく言われてたぞ。なるほど。ビーストの血も入ってるから、ニューマンにしては頑丈な体してるし、異常に体力もあるわけだ。しかしユートの両親か、なんか想像できないし、一度会ってみたいかも。それはちょっと難しいぞ。なんでよ、ケチね。だって二人とももういないからな。いないって？空から落ちてきたすごい悪意と戦って、お父もお母も僕やお兄を守っていなくなったんだ。空からの悪、シードのことですね。ごめん、思い出させちゃって。大丈夫だぞ、僕にはカーシュ族のみんながいるからな。カーシュ族のみんなって全員血がつながってるわけはないよね。血はつながってないけど、カーシュ族はみんなが家族だ。子供は部族みんなで育てて、老人はみんなで守り通す。僕はお父やお母、そしてたくさんの家族に守られた。だから今度は僕が戦士になって、みんなを、家族を守りたいんだ。なんかいいね、そういうつながりって。もちろんエミリアたちも僕の家族なんだからな。僕がちゃんと守ってやるぞ。はいはい、よろしくね。Thank you.
質問があるぞ。ありゃ、なんか急に真面目ね。いいわ、何でもお姉さんが答えてあげる。さあ行ってみなさい。グラール教団ってなんだ。じゃあそういうことで。エミリア、どこに行く。グラール教団って何なんだ。どういうところなんだ。なんとも説明しづらい質問ね。ユートはフォトンって言って意味とかわかるんだっけ。グラール文明の基盤となってるエネルギー。なんか言葉一つ一つの意味分かってなさそうだけど、まあいいか。そう、どこにでも偏在していて人の精神エネルギーに感応する特性がある粒子、それがフォトン。ミラージュブラストもフォトンを媒介して発生させてるのよ。で、グラール教団ってのはそのフォトンを精霊として敬い感謝して生きるって集団。フォトンを精霊としてエネルギーを敬ってるのか。なん、そうじゃなくって、っていうか宗教に関してなんで敬ってるのとか聞かれても、要は感謝よ、感謝。フォトン様、フォトン様、いつもエネルギーをくれてありがとうって。いい加減じゃない、噛み砕いて教えたんだよ。噛み砕きすぎってのは重々承知で。なんだかよくわからないが、自然の恵みに感謝するようなものか。私の精一杯の説明がなんだかよくわからないって流された。でもま、だいたいそんな感じよ。だったらカー種族と同じだな。自然がくれるものに感謝を欠かさない。そうだね、身近にあるものにこそ感謝を忘れちゃいけないのかもね。